皆さんこんにちは、琴音です。今日は大学院に受かったよっていう話をしていきます。私は2校出願をしました。はい、どちらもイギリスの大学院になります。で、一つ目の大学院はイングランドにあるハル大学という大学院です。で、二つ目の大学院が同じくイングランドにあるバース大学という大学院です。どちらも英語教授法といって、第二言語をが英語という人たちに、効率よくね、あと楽しく英語を教えようっていう、教えるために研究をするというようなコースになっております。英語で言うとティーソルとかテソルとか言います。はい、もともとね、英語を勉強することがとっても好きなので、そうね、私もいつか誰かに英語を教えられたらいいなと思って、はい、このコースを、選択することにしました。うん、2つとも合格はもらったって言ったんですけど、それも、合格の種類があって、で、私がもらったのが条件付き合格、うん、英語で言うとコンディショナルオファーというものになります。で、まあ大体のね、大学生はコンディショナルオファーをもらうと思うんですね。うん、なんでかっていうと、その大体の、まあ、条件っていうのが、大学を卒業したことを証明する、うん、証明書を提出してくださいねっていうのが大体の人がもらう条件となってます。なので、春大学もバース大学も私は、その条件をまずいただきました。はい。で、春大学はね、私の場合はその条件だけなんですけど、バース大学に関しては、IELTS のスコアを提出してくださいねというのも、私は2つ目の条件でいただいております。はい。私がね、前回 IELTS を受けた時に、スピーキング 7.0、 リーディング 6.5、リスニング 6.5、 そしてライティングが 5.5 だったんですね。で、オーバーオールスコアが 6.5 だったんですよね。うん。でも、バース大学の入学条件に、IELTS オーバーオール 6.5 で各科目6以上取ってくださいねっていう、条件がありまして、私がギリギリね、その条件を満たしてなかったので、残念ながらこちらが私の2つ目の条件となってしまいました。はい。なので、今から IELTS ね、スコアをね、いいスコアを取得できるように勉強を頑張っていきたいと思っております。はい、そうですね、そんな感じで、うん、2つとも条件付き合格をもらいましたよっていう話でした。はい。次回の動画では、どういう風にね、出願したのかとか、あと出願するスケジュールとかね、そういうようなことを、お話ししていきたいと思います。では最後まで見てくれてありがとうございました。次回もまた見てください。バイバーイ。